今回は対象ことの各部の名称について説明していきたいと思います。では、右側から説明していきます。一番右端の弦を引っ掛ける部分、テールピースと言います。弦掛けとか糸掛け、糸止めという場合もあります。それから、こちら、この 弦をを浮かしていいる白いものこれを駒と言います下ごまとか糸ごまという場合もありますで弦を浮かしている反対側ずっと左側に行きましてちょっと見にくいんですがこの対処ごとでいうと金属のこのく状になっている部分ですねこちらを先ほどの 下ごまに対して上ごまあるいは弦ガイド糸道糸地という場合もありますギターでいうナットにあたるところですおことでいう雲んにあたるところです枕という場合もありますでまた右の方に戻ってまいりましたこちらに丸い穴が開いているんですがこれを響き穴とか 表鳴血、サウンドホールという場合もあります。電気対象ごと、エレキ対象ごとの機種ではないものもあります。それから、ここにいっぱい並んでいる白い丸いの、これを単にボタンと言ったり、音階ボタンと言ったりします。キーという場合もあります。 ピアノでいう鍵盤に当たる部分です。均等鍵盤のライリッシュハープでは鍵盤という場合もあります。で日本の対象ことですとほとんどこのボタンの表面に数字が書かれています。これは音の高さを表します。この機種ナルダーハープの場合は 上のシャープがついたボタンが赤い字で示されておりますがこの上の列が黒いボタンで下の列が白いボタンという場合が多いですちょうどピアノの黒鍵と八筋に相当するような感じになっている場合が多いですボタンの形はこのように丸いものもあれば楕円形もあれば四角いものもあります 丸や楕円の形をしたボタンの機種で、指がボタンから滑り落ちないように、滑り止めのカバーやゴムをつけているという流派もあります。それから、このボタンの上、この機種は美しい装飾的な絵を描いたシールが貼ってありますが、ここの部分、これを点たと言います。左手で音階ボタンを押さえるんですけど、どのボタンも押さえないときに、 ちょっと指を乗せたりりする場合もありますえー、しかしながらですね注意してほしいのはこの天板の取り付けの高さっていうのは本当にミリ単位の繊細なものですから決してここに肘をかけたり体重を乗せたりとかしないように気をつけてください人によってはケースから取り出す時にここの部分を持たないように気をつけているという人もいるくらいです 私はそれぐらいは大丈夫なんかなと思います。えそれからこの、天板やボタンの下の、この響き穴の開いた本体、ここを共鳴道と言います。音が響くところですね。で、このボタンとの隙間を見ていきますと、共鳴道の上に細長い板が貼り付いています。これを指板と言いまして、 その指板の上に金属製の板が打ち込まれています。これをフレットと言います。このフレットはちょうどそれぞれの缶所、壺に当たる部分に設置されていて、ドレミの音が正確に出るようになっております。この機種の場合はないんですが、この右端、ちょうど右手首を乗せる位置、ここの上に板が付いている場合もあります。 金電流ですと金属製の手のせプレートそれからナルダン楽器ですとはめるかぶせるタイプライリッシュハープですと革製のものですね上と下にマジックテープがあって貼り付けるような感じになっていたりヤマハヤ全音ですと木でできたガイドがついたりします鈴木はそういうガイドは見たことがないですそれからずっと左の方に移動していきます 今度はここに5つ、えー、ネジを回すところがあります。これは糸巻きといいましてギターでいうペグです。長弦チューニングをすすす。る時に回す部分ですこれもメーカーによって右に回すと音が高くなるメーカーもあれば左に回すと音が高くなるというメーカーもあります。いずれにしましまても弦の張り方は、 最初にこの穴に通して弦をぐるぐる巻きつけて、えー、最後はこの上から出てきてこの上駒の溝に通るように、えー、貼るようにすると良いですでこの対象ことは糸巻き弦巻きが5つあるように弦が5本貼れるようになっております弦はほとんどの教本で奥から1弦2弦3弦4弦 5弦という,ふうに数えます1弦から4弦は音階ボタンを押さえると音の高さが変わる弦でメロディー弦、弦主要4弦と言いますこれに対して一番手前の5弦これは音階ボタンを押さえても音の高さが変わらない弦で伴奏弦とかベース弦とかあるいはドローン弦とか呼ばれたりします。 これがあの基本的な対象ことの各部の名称ですこのほか電気対象ことエレキ対象ことになってくるとピックアップがついたりそれから音量音色のつまみがついたりコードを指すジャックがついたりしますエレキ対象ことでフレットがないタイプの対象こともあるそうです今回は対象ことの各部の名称について 説明しましまた。最後までご視聴ありがとうございました。